ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は世界の謎9選を紹介していくぜ。いいわね。謎の正体を、私のこの曇りなき眼で見定めていくわ。それでは今日もゆっくりしていってね。世界の謎一つ目は、バークリーの壁だ。アメリカカリフォルニア州サンフランシスコのイーストベイの丘にあるバークリーの壁は、玄武岩でできていて、高さは 1.8 メートルほど。なんと長さが80キロメートルもある。80キロも続く石の壁ねー。お、霊夢何かわかったのか？お城とか城下町って石の壁で周りを囲まれてるイメージがあるわ。この壁もそういうタイプの壁じゃない？建物などを囲っていた形跡はなさそうだぜ。そうなんだ、残念。バークリーの壁は突然折れ曲がっていたり、登っていたりする。厚さは約1メートルほどあるが高さは2メートルもないので、防御要塞としても心もとなく、使いづらそうな代物だ。身を守るための壁じゃないとなると、それじゃあ、領地を区切っていたものとか？と、言うと、例えば壁のこっち側は A さんの領地で、壁のあっち側は B さんの領地だったとか。鋭いな霊夢。実はこのサンフランシスコにはインディアンのオーロネ族が住んでいた。そこにヨーロッパ人がやってきたのが1769年、スペイン人の入植だ。それなら話は早いわね。自分たちの土地に突然入ってきたヨーロッパ人に対して、ここから先は入るなって意味の壁だったんじゃない？確かにそれなら、80キロという長さについても納得がいくな。しかしその仮説には一つ問題がある。先住民であるインディアンには玄武岩のような重い石を積み上げて壁を作る習慣がなかったんだぜ。あれ、そうなの？じゃあ違うのかな。実はこの壁はインディアンではなく、中国人が作ったのではないかという説が存在する。中国には卓越した石積みの技術があるからな。中国人？どうしてサンフランシスコに中国の人が関係あるの？ヨーロッパ人がやってきてから100年ほど後の時代。サンフランシスコのあるカリフォルニアはゴールドラッシュの最中だった。ゴールドラッシュ？カリフォルニアに金鉱が見つかり、一攫千金を夢見て世界中から色々な人がこの地に集まったんだぜ。当然その中には中国人もいた。なるほど、ゴールドラッシュで移民してきた中国人が石の壁を作ったってことね。それで、その理由は？それが全く不明なんだぜ。振り出しに戻ってしまったわ。さらにこの壁の途中には、正体不明のストーンサークルまで存在している。まさに謎の壁だわ。雨風にさらされているためだろうか、劣化がかなり進んでいて、途中の壁が朽ちていたりする。消えてしまう前に、真実の究明が急がれるところね。バークリーの謎の壁のように、きっと当時何かに使用されていたであろうことは分かっても、現代の私たちはその正体を知る術がない遺物は世界中に存在する。続いて紹介するのもそんなマルタ島のカートラッツだぜ。マルタ島は地中海に浮かぶ、南ヨーロッパの美しい島だ。島の住宅街の一角、とある白い石灰岩の上に、平行な2本の溝が掘られている。地割れか何か？足を引っ掛けて転んじゃいそうだわ。2本の溝の幅は約140センチメートル。滑車のレールが敷かれているように、その溝は掘られている。途中で分岐するようなポイントもあるんだぜ。レールが敷かれているようにっていうか、レールそのものじゃない？私もそう思うぜ。でもカートラッツに関しては詳しいことは何もわかっていないんだ。絶対レールだと思うけどな。正体はわかっていないものの、やはり採石場から切り出した岩を運ぶための滑車のレールという見方が強い。マルタ島では採石場から岩を運ぶような用事はあったの？もちろんあった。マルタ島は神の通り道と呼ばれていて、いろいろな伝承や伝説が存在し、ハジャーイム神殿やイムナイドラ神殿など多くの神殿が建設された。現在でも30基以上の神殿が残っている地なんだぜ。そしてそれらは巨大な石や岩で作られているんだ。巨石神殿群として世界遺産に登録されているぜ。もう確定じゃない。神殿の石を運ぶ用のレールだわ。ちなみにカートラッツのような謎の跡はマルタ島だけではなく、シチリアや北アフリカにも同じようなものが存在するとか。へえ、他の地域にもあるんだ。それにしても当時の人が岩に直接これはレールですって書いてくれていたら、謎が気になって夜しか眠れないなんてことないのに。ロマンが皆無だし、夜眠れてるなら十分なんだぜ。世界の謎三つ目は、南極ウィルクスランドのクレーター。南極大陸に存在する巨大なクレーターだぜ。へえ、南極にクレーターがあるんだ。で、南極って氷の大陸なんじゃないの？そうだな。南極は厚さが平均2450メートルもある氷に覆われている、氷でできた大陸だ。実は南極の分厚い氷の下には陸地があるんだぜ。そしてこの陸地を南極大陸というんだ。そうだったんだ。でもどうやったらそんな分厚い氷の下に、クレーターがあるってことがわかるの？まさか2000メートルもある氷を掘るわけにもいかないし。もちろん実際にそのクレーターを目視できたわけじゃない。NASA の重力場測定衛星を使用して観測したんだ。
重力場？重力が作用する空間ということだ。そしてクレーターが存在する部分に重力異常を発見したんだぜ。クレーターの大きさは直径 480km もある巨大なものだ。よ、480km？ 日本で例えるなら東京から京都まで全部陥没しているイメージだな。480km のクレーターって、一体何が起こったの？隕石の落下だぜ。約2億5000万年前の天体衝突によってできたものと考えられている。隕石ねえ。ところで2億5000万年前って何時代？2億5000万年前は三畳紀が始まるくらいか、その少し前。ちょうどこれから恐竜が地球デビューを果たそうとするって頃合いだな。ふむふむ。もしこの隕石説が事実であれば、地球史上最大の隕石衝突であることはもちろん、生物の大量絶滅が起こった PT 境界の元凶の可能性があるんだぜ。PT 境界って何？古生代と中生代の区切りのことだ。古生代最後のペルムキパーミアンと、中生代最初の三畳紀トリアシックの頭文字を取っている。さっき言ってた恐竜の時代の幕開けね。その恐竜が登場する少し前、ペルム紀に起きた大量絶滅によって、多くの古代生物の種が絶えてしまったんだ。そうだったんだ。その古代生物絶滅の原因が、南極のクレーターを作った隕石にあるかもってこと？一つの仮説に過ぎないが、可能性はあるだろうな。何せ 50km の隕石だ。その衝撃は私たちには想像もつかないものだぜ。50km ってどのくらいの大きさ？岡山1個分くらいだな。岡山が宇宙から落ちてくると考えたら、怖いわね。そもそも2億5000万年前の南極は今のような形ではなく、アフリカ大陸とくっついていた。南極は氷の大陸どころか、熱帯や亜熱帯の気候を持つ南国だったと言われているんだぜ。そうなの？今の氷に覆われた姿からは想像もつかないわ。実は陸続きだった南極が今のような形になったのも、この時の隕石衝突の影響ではないかとも考えられている。大陸を分けちゃうほどの衝撃だったなんて、正直最初は 480km のクレーターとか、50km の隕石とか、全く規模感がわからなかったんだけど、それくらい凹んだだけで済んでよかったわ。普通に地球がパックリ割れちゃうところだったじゃない。確かにな。南極のクレーターは氷の下に存在することもあって、調査はなかなか進まない。真実は未だ謎のままだ。しかし今後も重力の観測やレーダーの活用で、世界中の地層や氷の下から、埋もれてしまった遠い過去の痕跡が見つかるかもしれないぜ。楽しみだわ。世界の謎4つ目は、アポロ11号の消えたテープだ。アポロ11号は知ってるわ。人類が初めて月に着陸したって話でしょ。そうだぜ。1969年7月20日、アメリカの宇宙船であるアポロ11号が月面に着陸。その後船長のニール・アームストロングと、月着陸船操縦士のバズ・オルドリンが人類として初めて月に降り立った。それで、消えたテープっていうのは、一体どんな記録が消えてしまったの？まさにこの時人類が初めて月面を歩いた瞬間を記録したテープだ。2006年に NASA が月面歩行のオリジナル版を含む、磁気テープを700箱分紛失していたことが判明したんだぜ。なんて重要なものをなくしてるの？アームストロングとオルドリンが月に降り立った瞬間は、月からテレビ中継されていたんだ。この中継映像はアメリカだけでなく世界中に放映された。そうだったんだ。世界の人口の5分の1、約6億人がその瞬間をリアルタイムで見守っていたというから驚きだぜ。私も絶対テレビをつけている自信があるわ。それにしても月から映像を中継するなんて、そんなことできるんだね。中継には電波望遠鏡が使われたぜ。月面着陸の中継映像はまず、オーストラリアのパークス天文台に送られた。パークス天文台には直径64メートルもある、巨大な電波望遠鏡があったからだぜ。他にもオーストラリアのハニーサックルクリーク追跡ステーションや、アメリカ、スペインなど各国の電波望遠鏡がこの歴史的中継に一役買って出た。電波望遠鏡すごい。電波望遠鏡で受信した映像はさらに人工衛星を経由して、アメリカテキサス州ヒューストンのミッション管制センターや、各国のテレビ局に配信された。人工衛星を挟んだりしてるし、配信には結構ラグがありそうね。ミッション管制センターでは有事に備えて配信に6秒ほどの遅れが設けられたようだが、オーストラリア国内ではほぼ遅れなしのリアルタイム映像が配信されたらしいぜ。そうなんだ。世界的にテレビ中継されていたなら、別にテープがなくなってしまっても大丈夫じゃない？きっとみんな録画してたでしょ。確かに当時の映像を録画したものは多数存在する。問題はオリジナル版が紛失したかもしれない、ということだぜ。実は1969年の月面着陸には、捏造説や陰謀論を囁く人々がいる。映像が作り物だっていうの？宇宙船と宇宙服を用意してスタジオで撮った偽物の映像だ、と主張する人が少なからずいるんだ。どうして？
宇宙なのに真っ黒で星が見えないとか、到達の証であるアメリカ国旗が空気のない宇宙ではためいているように見えるとかな。まあ、疑う気持ちもわからなくもないほどの歴史的異様だもんね。じゃあ、オリジナル版が紛失したのってもしかしてかなりまずいことだったりして。そうなんだぜ。しかし安心してくれ、月面着陸を捉えたテープは全て完全に消えたわけではなく、オーストラリアのカーティン工科大学の実験室に残っていたり、NASA の元職員が持っていたりしたんだ。どうしてそんなことが？電波望遠鏡があったオーストラリアにテープが残っているのはなんとなくわかるけど、NASA はテープを紛失しちゃったんじゃなかったっけ？そもそもどうして元職員が持ってるの？NASA の処分品の1000本余りのテープに紛れ込んでいたらしい。元職員はその処分品を購入したとか。ちょっと。超重要品を処分してるんじゃないわよ。ちなみにこのテープは2019年にオークションにかけられて、2億円で落札されているぜ。いろいろ突っ込みたいことはあるけど、なんとかテープは残っていたみたいでよかったわ。世界の謎5つ目は、ヴィンランド地図。ヴィンランドと呼ばれる地が記された地図だ。ヴィンランドってどこだっけ？霊夢が知らないのも無理はないぜ。ヴィンランドは現在の世界地図には存在しないのだから。存在しないの？北アメリカの一部、おそらくカナダのニューファンドランド島であると推測されている。ふむふむ、ヴィンランド地図は用紙紙に記されていて、もしも本物であれば、15世紀のものと考えられる。本物であれば、って偽物の可能性があるの？本物か偽物か、確率的には 50% といったところだな。まず、アメリカ大陸を初めて発見したのは誰だか知っているか？なんとかコロンブスさんだったかな。そう、探検家のクリストファー・コロンブスだ。彼は1492年に新大陸アメリカを発見した。しかしそれよりも前の1000年に、バイキングであるレイフ・エリクソンがヴィンランドを発見していたという伝説があるんだぜ。そしてヴィンランド地図とは、このヴィンランドという伝説の土地を書いたものなんだ。ちなみにヴィンとはブドウのことを指している。ブドウの地という意味だな。つまり、もしこの地図が本物だったら、アメリカ大陸を初めて見つけた人がコロンブスじゃなくて、エリクソンになるってこと？そういうことだ。しかもコロンブスの500年も前にな。歴史が変わっちゃうわね。このヴィンランド地図を初めて手に入れたのは1957年ローレンス・ウィッテンという人物だ。一枚で歴史をひっくり返すような存在であるこの地図は、当初からその真贋に多くの関心が向けられていたという。偽物と思われた原因は何かあるの？いくつかあるが、その中に島の形の描写が正確すぎる、というものがある。金星にならなければそこまで正確には書けないであろうという部分までしっかり書き込まれていたんだぜ。なるほどね。それは偽物の可能性が大きくなったかも。そこで地図の発見から20年弱経ったある日、地図に使われているインクの成分が調べられることになった。インクの成分が中性のものであれば本物の可能性が高くなるし、中性に存在しなければ偽物だ。単純明快でわかりやすい。それで調査はどうなったの？ヴィンランド地図に使用されているインクの一部に、20世紀にならないと存在しない成分が検出されたんだ。お、つまり偽物ってことね。しかし他の部分からは中性のものと思われるインクも検出された。お、つまり本物ってことね。ちなみに用紙紙の年代も測定されたが15世紀のものだったらしいぜ。もう、一体どっちなのよ。真偽は誰にもわからない。今のところは偽物であるとする声が大きいようだ。今後の動向が気になる一枚だわ。世界の謎6つ目は、バルト海の異物だ。2011年6月、北ヨーロッパの地中海であるバルト海の海底に謎の物体が沈んでいるのが見つかった。発見したのはスウェーデンのダイビングチーム。いわゆるトレジャーハンターというやつだな。トレジャーハンター。夢があって良いわね。彼らは一体何を見つけたの？彼らが見つけたのは大きさ60メートルの円盤状の物体。かなり複雑な形をしているのが特徴だ。円盤状の物体ねー。それで正体は一体何だったの？バルト海の異物の正体は明らかになっていない。今日はその正体に関するいくつかの仮説を紹介しよう。まずは第二次世界大戦時に使われた対潜水艦装置の一部とする説だ。実はこの異物に近づいたところ、ダイバーたちの通信装置に異常が出たという。電波が妨害されたってこと？そういうことだ。その電波阻害のような現象は、異物の周辺数百メートルに及んだとか。潜水艦はソナーという装置で音波や電波を出して敵の位置を見つけ出すんだが、その音波を阻害するための部品ではないかという推測だぜ。実際、現代の潜水艦にも無反響タイルという、電波を吸収するようなタイルが貼り付けられていることがある。なるほどね。でも意外と現実的な説で、拍子抜けというかなんというか。なぜだ？だって円盤型の謎の物体だなんて言うから、てっきり UFO か何かの話が始まるのかと思ったわ。では次は霊夢のご期待通り、
UFO 説を紹介させてもらおう。やっぱりあるんだ。バルト海の異物はただの円盤ではなく、少し複雑な形状をしているんだ。複雑な感じが UFO っぽいってことね。それからもう一つ UFO 説を裏付けるものがある。それは何？実はバルト海の上空では UFO が目撃されているんだぜ。しっかり飛んでる。目撃されたのは海中の異物が発見された年から数年後の話だが、昔からバルト海が UFO の通り道になっていた可能性はゼロじゃないぜ。UFO が海に落ちて沈んでしまったものか、それとも海中探査機のようなものを海中に放ったのか、こればかりは宇宙人本人に聞くしかないな。なんだか SF っぽくなってきたけど、現実的にこの円盤を引き上げて調査とかできないの？60メートル台のものが水深84メートルに沈んでいるわけだからな。引き上げは難しいだろう。しかしダイバーによって物体のサンプルが採取されて調査が行われたんだ。それじゃあ正体は確定したも同然じゃない。調査の結果はどうだったの？サンプルの調査の結果、バルト海の異物は氷河によって運ばれた堆積物であることが分かった。つまり、自然にできたものだってこと？そうだぜ。UFO 説もびっくりだけど、これが自然物だっていうのもなかなか驚きだわ。バルト海は氷河時代に氷河が移動したことで生まれた。氷河によって何かが運ばれてくる可能性は大いにあるんだぜ。なるほどね。しかし霊夢の言う通りなかなか自然物だとは考えにくい形状をしている。だから今もなおバルト海の異物は人工物とする見方が強い。映画スターウォーズに出てくる架空の宇宙船ミレニアムファルコンのようにも見えることから、ミレニアムファルコンが実在したと考える人もいるぜ。SF の世界観に戻ってきたわ。他には水没した海底都市の遺跡だとか、古代の海底火山の火口だとか、この異物の正体に関しては様々な説が存在しているんだ。バルト海の異物、宇宙にも海底にもロマンが広がる謎ね。世界の謎7つ目はガラスの要塞だ。ガラス張りの要塞なんておしゃれ。そう、おしゃれな全面層ガラス張りの要塞ではなく、違うんだ。要塞がガラス張りだったら敵に見つかりやすすぎるし、耐久性に不安がありすぎるだろう。確かに、ガラスの要塞とはイングランドに存在する、一部がガラス化した石造りの要塞だ。イングランドだけでなくヨーロッパの各地に複数存在が確認されている。いずれも2000年以上前にできたものと考えられているぜ。一箇所だけじゃなくていろいろなところにあるんだね。さて、ガラスの主成分は砂でできている。石壁が熱を受けることでガラスに変化する。という仕組みはなんとなく理解してもらえると思うぜ。要塞ってことは、戦闘時に火を使った攻撃を受けてしまったとか、例えば火の矢とか、という推測にたどり着く人も多いと思う。しかし石壁にガラスになりうる成分が含まれていたとして、ガラスに形状を変化させるまでは、ある程度長い時間高温の炎にさらされるか、もしくは一気に高温になった後、一気に冷やされる必要があるんだぜ。高温ってどのくらいの？1000度近い温度だ。1000度は火の矢ではなかなか到達できそうにないわ。だからこのガラスの要塞は、古代の核戦争の戦火を浴びてできたという伝説があるんだぜ。核戦争？まあ核兵器が生まれたのはずっと後だから、この古代核戦争説はあくまで想像や伝説に過ぎないけどな。わあびっくりした。まあ核戦争は違うとして、通常の戦闘が原因でもないんでしょう？一体どうして石壁がガラス化しちゃったの？ガラス化した原因として考えられているのが、一種の儀式だ。儀式？破壊されたり占拠されたりして用済みになった要塞を去る際に、火を使って要塞を破壊した可能性があるんだぜ。なるほど。敵に再利用されないためにかな？でもガラス化するには核戦争並みの威力が必要なんじゃなかった？一般的な火災でも1000度の厚さまで上昇することがある。ガラス化は当時の技術で十分起こりうる現象なんだ。そうだったんだ。いずれにしてもガラスの要塞が不思議な現象だということに間違いはないわ。世界の謎8つ目は、調査国南部図という地図だ。この地図は馬王大漢墓という中国の墓から発見されたんだ。その地図にはどんな謎があるの？もしかして宝の地図とか？いや、宝の地図よりもひょっとしたらすごいものだぜ。地図の精度がその時代に作られたと考えるとあまりにも規格外なんだ。精度が規格外？その地図はいつ作られたのよ？正確にはわからないが、墓は紀元前2世紀に作られた。このことを考えるとそれぐらいだろうな。わかりやすく言えば今から2000年以上も前の地図だ。かなり古い地図なのね。その地図はどのぐらいの精度なのかしら？その精度は現在の衛星写真と何の遜色もない精度だ。は？いくら古代の中国文明が優れているとはいえこれはその限度を超えている。その規格外の精度からこの地図そのものがお宝なんだよ。確かに宝の地図以上の価値がある地図ね。でもどうやって作られたの？わかっていないらしい。そもそも衛星写真は日本では1923年から使用されるようになった技術だ。
それと同レベルの技術が古代中国にあったとは正直考えづらい。まさか宇宙人が関与している、なんてありえないか。そんな説も実はあるんだぜ。え？その地図だけでそんな仮説が立てられるのはちょっと早計じゃないかしら？確かに、その地図だけだったらな。まだ何かあるの？その墓からはとんでもないミイラが発見されているんだ。とんでもないミイラ？そのミイラの保存状態がとても良かったため、その生前の健康状態や死因だけでなく血液型も分かってしまうほどだったんだ。血液型？採血することができたレベルで保存状態が良かったんだぜ。それってどんな超技術？あれでしょ？ミイラって干からびた感じで干物みたいになっているのが普通でしょ？普通はな。そのミイラの発見時の感触は生きていた頃の人間と変わらなかったらしい。手足を自由に動かすことができたぐらいだ。当時はものすごく話題になったそうだぜ。それだけのものがあったら宇宙人が関与している可能性を考えるわよね。一応、ミイラの方に関しては保存状態が良かった理由は分かってはいるんだ。だが今回の主役は地図だから割愛させてもらうぜ。その地図って他に何かないの？正直に言うとないな。強いて言うなら中国の学者たちは古代中国人が人工の衛星から観測し制作した地図だと言っているぐらい、もし宇宙人が関与していたら UFO から見せてくれたんだろうな。そうだとしたらなんで協力してくれたのかしら？さてな、暇つぶしなのか地図を作る必要があったのか、もしかしたら地図を作った宇宙人の趣味だったのかもしれないな。やだよそんな B 級映画みたいな事実。世界の謎9つ目は、踏まれた三葉虫の化石だ。三葉虫って何かしら？三葉虫は古生代にのみ生息していた節足動物で、約2億5000万年前に絶滅したと考えられているんだ。まだ恐竜も登場していない時代だぜ。なんか見たことある見た目ね。カブトガニだろう？あ、そうそう。それもそのはず、三葉虫はカブトガニの祖先だ。やっぱりそうだったのね。その三葉虫が何かに踏まれている化石ってこと？そうだぜ、何に踏まれていると思う？そうねえ。恐竜もいないなら哺乳類なんているはずないし、何かしら？全く見当がつかないわ。足跡はサンダルのようなものだったんだ。サンダル？ちょっと待ってよ、それって人間が履いているサンダル？そうだ。恐竜も誕生していない時代に人類が？不可思議だろう。三葉虫を踏みつけた足型は、長さおよそ25から26センチで、一般的な成人男性の足の大きさとほぼ同等とされている。頭が混乱してきたわ。かかと部分には片方だけ薄くなっているような跡があり、靴を履き続けてすり減ったような跡にも見えるんだ。その足型の持ち主の歩き方の癖まで想像できてしまいそうね。しかもその足跡にはサンダルの裏にあるような溝まで確認できたと言われており、明らかに自然にできたものとは考えにくい形状をしているそうなんだ。これが本当に人間の足跡なら、考えられるのはタイムトラベル的なやつ？謎だな。今回は世界の謎を9つ紹介したけど、どうだった？人工物なのか？自然物なのか？はたまた本物か偽物か？今日はそんな話が多かったわね。自然が生み出す謎は、規模がすごくて自然の偉大さを感じずにはいられないわ。人間が生み出す謎も負けてはいないぜ。確かに。とにかく私は謎の正体が知りたい。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。